続いてが5組目になりますね。満月アンサンブルで Sea Ring Sea More。 どうぞ。 今日の1 せーの。 ありがとうございます。そして普段は皆さんどちらで練習されてる皆さん。満月というライブハウスのギャラリーのそういうところで4人でやってます。何県にあるんですか？静岡県です。静岡の民家で、なんか情報によると山の中でやって、本当ですか？山まで行きませんけど、まあ途中で途中で、山の途中で。演奏されていかがでした？いや、まあこんな
大きな会場で演奏できて感無量です。ありがとうございました。今日初めてどのくらいなんですか？ちょうど1年、ちょうど1年、どうですか今日やってみて？もう足が痛かったでもブルブル、はい、でもすごくいい思い出になったと思います。ありがとうございます。バイバイ、どうしましょう？それぐらいですね。ちょっと練習あんまり好きじゃなくてそうですか、はい、だからあのアイさんがすごく手がかかる選手たちだと思ってます。いやいや、もうあのバラしていい、あのハンマーダルシマっていう楽曲ですね。やってる、あ、言っちゃった、ダメなの、はい、でもね、そうちょっとだけね、はい、やってらっしゃるので、なんかこう、そういうアンサンブルにできるかなみたいなのもあってですね、あ、ちょっとだけだね、それでねそんなこともありまして、はい、あのなんていうか、本当に静岡のオメーションの中みたいな、こんな感じでやってるという。この演奏曲は17世紀から18世紀の楽曲ということだそうで、非常に趣のあるというか、ね、そうですね、はい、あのそうですね、静岡で始めて日本でフォークソング好きとかああいう好きっていう人だったらば、なんか一回遊ぶことあるかな、やってみたいな、でも早くて無理だって思ってる人大変なんですけどね、今回はかなりの時でやったのでなんとかなった。なるほど。でも4人でやるときってやっぱり息ね、かなり合わせなきゃいけないと思うんですけど、 そのあたりどうですか？どうですか？そうですね、鼻息を合わせながら鼻息を合わせる。ここの3人、歌が苦手なんです。で、あの歌いたくないっていうふうに愛さんに言ったら、じゃあ歌わない曲にしましょうっていうことで、はい、あの私たち歌ではなく、あの、メロディー一本弾きでやらせてもらってます。それもまた ね、いいですよね、はい、はい、というわけで審査員の F ミュージック松崎さん、お願いいたします。いやいや、もう素晴らしいハーモニーです。この楽器でここまでハーモニーをちゃんとアレンジして、多分、山の中だと 山の途中の中だとすごいいい音に聞こえてると思います。本当にあのこの4本の弦でこれだけのハーモニーで、こう多分この会場の雰囲気もですね、いい雰囲気なので、奏でてて気持ちよかったんだろうなと。もっともっと、頑張ってやってもらいたいと思います。ありがとうございました。ぜひまた来てください。どうもありがとうございました。